眼科医の平松です。今日は眼科医が緑内障および緑内障予防のためにやっていることについてお話ししようと思います。皆さんにはこの動画、いろんな動画をアップする中で緑内障ね、こんなことがいいですよっていうのをたくさんアップしてきておりますが、じゃああんたは何してんのっていうのは確かに疑問だと思います。実際私は父も母も緑内障なわけですごいリスク高いですよね。って考えると、じゃあ何してるのっていうのを、まあ、ちょっと今日はコンパクトにおまとめして、まあ、もし要望があればもうちょっと詳しくお話ししていければなっていう、そんな感じです。なので、まあ、今日は基本的に私がやってることをザザーっと、知っていただけることで、あ、そんなことまでやってんだっていうこともあれば、あ、そこは結構適当でいいんだっていうのもあると思います。ただ、これあくまで私の価値観なので、まあ、それを知っていただいて、まあ、一つの参考にしていただければなっていうふうに思います。じゃあ、まずなんでこんなことを答えようかと思ったかっていうと、山本さんからいただいて、まあ、ばばばっていろいろ書いてくださって、先生は予防のために何かなさってることはありませんかっていうことがあったんで、まあもちろんね、予防でやることは、緑内障になってからやることも同義だと思ってください。まあ、がっちり緑内障になったらもうちょっと、真面目度は増すと思うんですけれども、まあ、今現状やってることというのをお話ししていこうと思います。で、いくつかあって、まあ、思いつく限りお話ししてきます。で、もう基本の話をしてきます。一つ目、たまにチェックする。右目を隠して左目隠して右目ってやって、まあ、見えてるかなっていうのは、本当は毎日やりたいんだけど、ついつい忘れて、まあ、何日かに一回とか週に一回とかになっちゃうんですけど、まあ、見た目は一応チェックしてます。で、眼圧、目の硬さとか神経のチェックっていうのも、まあ、たまにできる範囲でやってます。ただね、まあ、正直忙しくて、なかなかね、患者さんはたくさん見てるんだけど、自分の目の検査をおろそかにしがちっていうところもちょっとある。うん。ので、もうちょっとちゃんと検査しなきゃなとは、個人的に思ってるところでもあります。で、もう他の医療的に何かをやってるかっていうと、新しい機器道具が出たりすると、ま、皆さんに紹介する意味も含めて、ま、いろんなものも試してます。ま、眼圧計もそうですし、視野の検査も自分でいろんなの受けたりもしますし、はたまた目薬も、大体売ってる緑内障の目薬は一通り刺しましたかね。ま、要は、刺し心地とか、ま、充血どんな感じでするかとか、ま、説明文書で書いてあるのって、確かにその通りなんだけど、やっぱ自分で実感するのとはちょっと違うじゃないですか。なので、まあ、実験的に自分の体で試してみて、あ、まあ、こんな感じで充血するんだとか、こんな感じになるんだ、みたいにやることが結構あります。だから新しい目薬が出たら、一通りは試してるかな。サンピロは試してないな。サンピロの場合は結構見づらくなっちゃうんで、ちょっとなかなか使ってないですけれども、まあ、それ以外のはまあ、大抵、うん、試してるって感じになります。で、一日だけ試してるのもあれば、まあ、結構長くやってみて、実際どんな感じなのかなっていうのを、まあ、実感してみてるっていうのも、まあ、あるっていうのが、まあ、現実ですかね。なので、まあ、意外と皆さん使ってる目薬、僕も使ったことありますっていうのが、まず、お薬ですね。まあ、そういう感じで、医療的な面としてはやってる。まあ、だから実験的な面と自分の予防と、まあ、二つ含んでる感じなのかもしれないですけれど。で、あとのことで何をしているかっていうと、まあ、日常生活ですね。食事に関して言うと、まあ、一応ある程度気をつけてますって感じですね。まあ、例えば今だと、まあ、白いお米もね、美味しいから、まあ、結構食べるんですけど、とはいえできれば、まあ、玄米だったりとか、まあ、五穀米であったりとか、もち麦であったりとか、まあ、そういうのが食べられれば食べるように選択しているし、まあ、よくベジファーストとも言いますけれども、まあ、野菜があったら野菜を先に食べるように比較的してます。で、ダイエットもしていて、まあ、あんまり、まあ、一時期ね、まあ、そんなに僕太ってるようには見られないんだけれども、すごい太ってはいなかったんだけども、まあ、そこそこ体重あったので、まあ、落として、で、脂肪を減らして筋肉をある程度はつけてっていうようにしていて、まあ、運動もある程度しています。で、本来は有酸素運動がベストなんですけど、時間効率がね、有酸素ってどうしても悪いので、無酸素運動、つまり筋トレ系をメインにしてしまっているっていうのは今現状です。正直これはね、目にとっていいとは言い切れないんだけれども、まあ、時間効率的にね、お時間もないので、まあ、致し方なく、まあそういうような、運動構成になっている感じですかね。っていう運動ですね。で、食事ですね。あとは、睡眠。睡眠に関しては、比較的、なるべく、しっかり取るようにはしてます。まあもちろん忙しくて寝れない時もあるけれども、まあ僕の場合は手術っていうね、どうしても
気を抜いちゃいけない場面もあるわけなので、まあ、外来が気を抜いていいわけではないけれども、まあ、手術っていうのが一番、なんていうかな、ポッとしちゃいけないじゃないですか。だから、その前後とかを含めて、まあ、睡眠はちゃんと取るようにしてます。まあ、よく、お酒を飲んで、翌日二日酔いで手術するみたいな先生もいますけれども、まあ、なかなか僕は、そういうのが難しいなっていうふうに個人的に思うタイプなんで、二日酔いでも別にね、体調は悪くないんだけど、なんか精神的にね、翌日手術があるって思いながら全力でお酒を飲むっていうのはなかなか、難しいので、まあ一杯ぐらい飲むかもしれないけど、まあほとんどお酒って飲まないんですね。まあ月に一回も飲まないから。まあそんな感じです。まあそれはね、僕の趣味上別にお酒飲まなくてもみたいなタイプなので、あなたにお酒飲むなって言ってるわけではなくて、そんな感じです。で、コーヒーとかのカフェインはどうしてるのっていうと、基本的には、サイクルしてます。つまり、カフェインって、最初って結構、覚醒効果とか、まあ、より集中力増加っていう効果があるんですよ。でも、飲んでると、慣れてきちゃって、ある程度ね、効き悪くなってくるんですよ。だから、しばらく飲んだら休んで、カフェイン抜きにして、でその後、また飲んでっていう風にしてる。まあ、その間にカフェイン抜きコーヒーを飲むこともありますけれども、カフェインはサイクルで回していて、体に慣れさせないで、まあ、たまに使うみたいな感じの意味合いで使っているって感じですかね。まあ、だから、嗜好品っていう意味もあるけれども、あんまりずーっとバクバク飲まないし、仮に飲んでる時もコーヒー3杯までっていう風には一応とどめてます。食事で言うと、緑黄色野菜、とりわけほうれん草は比較的意識的に摂っています。とはいえね、やっぱりいろんなものを食べたくはなるわけなので、まあ、意識的にっていう範囲だと思ってください。ちなみにコンビニで、まあ、これいいよみたいので、セブンイレブンおすすめの食事みたいのも動画にあるので、ただね、当時摂った野菜が今ほとんど売ってないので、申し訳ないけど、ちょっと今変わっていますんで、まあ、今度またそういう動画も作れればなっていうふうに思います。っていうのが野菜があって、タンパク質は比較的意識的に摂るようにしていますね。まあ、お肉とか、まあ、そういうのを含めて。で、脂質が多くないお肉から、まあ、摂るっていうのがメインとしているっていう、まあ、そんな感じになってきます。で、炭水化物も全く取らないんじゃなくて、まあ、ある程度取って、まあ、血糖値急激に上げないように、みたいな感じの取り方っていう感じになりますね。まあ、ダイエットをしているサイクルの中であえて取らない時もあるんですけど、まあ、基本は、まあ、ほどほどに取るみたいな、まあ、そんな感じのイメージになります。で、あとのこととしては、まあ、今のが食事と、まあ、運動と、まあ、睡眠ですね。睡眠は、枕高めの方がいいんですけど、僕の場合はね、まあ、ちょっと高めぐらいにしていて、まあ、そんな高くはないかなって感じですね。まあ、もし今後悪くなってきたら、ちょっとそれは考えればな、っていうふうに思っております。で、あとのやっていることとしては、まあ、ストレスとかそういうのはどうしてるんですかっていうと、ストレス解消法って言って、こういうのっていうのを持ってるわけでも、あんまりないんですよね。こうね、モニターに向かって話してるのも、まあまあだけども、人と話すのはね、好きなんですよ。なので、どちらかっていうと YouTube ライブってね、月に1回やっていて、そこの場でみんなとお話できてる。まあ実際に声が聞こえるわけじゃないけど、それは僕にとってストレス解消の一つにはなっていると思います。だから、まあ皆さんに情報提供しながらも、皆さんの情報ももらえるし、かつ私の方のストレス解消っていうとちょっと言い方悪いけど、まあそういう部分もありますね。で、もちろんね、仕事の関係上パソコンとかは、まあ、正直使わざるを得ないっていうのが現状としてあります。なので、まあ、致し方なく、まあ、ある程度使ってるかなと。まあ、今は新しい本、緑内障の新常識の本ね、今緑の本ね、今作っていますんで、まあ、それに向けて一生懸命頑張ってるっていうのも少々あって、まあ、そこら辺も、まあ、多少頑張ってるところではありますね。で、仕事はストレスなのかっていうと、まあ、やっぱね、ストレスとしてかかる時もあるし、まあ、そうでもない時もあるので、まあ、仕方がないかなって、まあ、そういうもんかなって、体に多少ダメージはあるけど。だからよく患者さんに、緑内障のためにこの仕事辞めた方がいいんですかって聞かれるんですけど、まあね、もちろんね、そういうふうに目を酷使しない方がいいのかもしれないけど、それで人生全部変えちゃうのはどうかなって思うんですよ。なので、例えば僕だってね、そういうね、医者じゃない方向性にすれば、目の負担は少ないのかもしれないし、ストレスも少ないかもしれないけど、まあ今現状は、この仕事をやっていきたいなっていうふうに思ってて、仕事は変えないでいます。なので、まああなたの場合も、まあ、本当に末期でどうしても厳しければ考えてもいいけど、まあそこまで無理して変える必要はないのかなっていうふうに
うん、思っている次第ですかね。まあ、他にもいろいろ細々やってることはあるんですけど、ざっと僕がやってることをこんな感じでまとめました。これはね、あくまで全て科学データに基づいている話だけじゃなくて、趣味とかも含んだる話なので、ちょっと参考になればなっていう感じです。で、もしもうちょっと深掘りして聞きたいっていうご意見があるようだったら、もうちょっといろいろ細かいのをもうちょっと深掘って、自分がこうしてるっていう話は、できればなって思います。もちろん、ガボールアイとか自分で紹介しているのも、たまにやってます。昔はね、毎日やってたんだけど、さすがに時間がないので、たまにって感じで、ガボールアイっていうのはね、概要欄に本があるんですけども、ある程度目の疲労とかを取りやすいし疲れにくいので、ちょっとやってみるのはおすすめだと思います。こんな感じでいろいろ紹介していきますので、今後とも、もしよかったら高評価ボタンもよろしくお願いします。